はい、東学寺育ちの A です。今回なんですけれども、今更ですけれども、ちょっとピーマンの去年の反省をしたいと思います。まあ、もう今年のピーマンがもうパオパオっていう不織布、まあ、こういう かけてあるやつ、保温するやつをもう外してきてるんですけど、で収穫ももう、うん、これぐらいで、一番果がね、残してるのがこれぐらいになってきて、結構もうとってもいいかなっていうね、近いぐらいの、まあ、サイズになってるぐらい今成長してるんですけど、まあ、それの前に、やるんですけど、ちょっとね雷が今鳴ってる状況であるんですけどね、苦手な方は申し訳ないんですが、今令和6年になってますが、令和5年、どんなピーマンの、まあ、出荷量と金額と、どんな状況だったのかっていうのがね、これです。じゃんと、5年、まあ、5年がどうっていうよりは、まあね、字も汚いですけども、令和4年と比べて5年がどうだったか、ピーマン見ていきます。出荷量がですね 71.8%、 もう3割ぐらい落ちてますっていうのが去年の、まあ、うちの方の地域の、データになってます。もうめちゃくちゃ落ちてますね。はい。まあ、これまた理由後で、見ていきます。キロ単価ですね。これが、まあ、132%。まあ、3割以上アップということで、キロ単価はすごい良かったと。なので、最終的に、じゃあ販売金額はというと 95.4 なので、まあ、前の年の比べても、まあ、そんなに遜色ない。結局、出荷量減ったけど、みんな取れてないから、キロ単価が高くて、まあ販売金額はそこまで影響しなかった。まあ 5、6% ぐらいかな。でも結構農業にとってね、この数字大きいんですけど。まあそれでも、うん、まあキロなんか高いおかげで助かりましたよっていうのがね、去年のこっちの全体の、まあ、データに、なってます。はい。という感じなんで、まあね、多くの人がですね、ここがやっぱりみんな悩まれてたかな。出荷量が、もうとにかくピーマンが取れないと。で、その理由なんですけれども、完全にですね、干ばつ、雨が全然降らなかったと。7月の、下旬かな、から9月の頭、ね、1週目終わるぐらいかな、まで、まあ1ヶ月半とか、雨が降らなかったと。で、水やりをできた方とは水やりをね、できない方。まあ、畑の状況によって水路近いとか遠いとか、水はやっぱり重いので、それがね、大変だっていうのがね、あると思うんですけど、まあ、そこの差でこの出荷量がね、なかなか伸びなかった可能性があります。ピーマン自体は、もともと水そんないらないというか、まあ、雨があればあるほど病気が出やすかったりとか、まあ、そういったね、状況出ちゃうんですけど、まあ、水がある、雨があるとかね、そういう状況の方が、やっぱり数は取れるだなっていうのがね、まあ、ちょっと極端すぎますね。干ばつすぎたんで、ちょっとしょうがなくいいんですけど、かなり減りました。ただ、まあ、ちょっとね、さっきも言いましたが、その分みんな取れてないんで、単価はね、高かったよというのが、去年。ね、まあ、その、おととしと比べてどうだったかという感じになっています。まあ、とにかく雨なかったと。いう感じで、じゃあうちはどうだったのかって言いますとですね、まあ一応この出荷量ですね、ここ多分100、130、多分同じぐらいいったんですよね。130出荷量の、まあ単価そのままなんで、まあ良かったなという感じです。でここの出荷量をじゃあ、まあ、どれだけ取る、ためにしたことっていうのがね、またもしかしたら今年も、わかんないですけどもね、同じように雨が降らないとかそういう状況になったら活かせるかもしれないですけども、やっぱり結局これは水やりをね、かなりやりました、自分は。6月、まあ、梅雨入った頃かな、6月下旬に多分上げた動画の時には、ちょっとこの、去年のね、6月下旬に動画上げた時に、ちょっと今年は水やった方がいいかもしれないです。多分ちょろっとは言ったんですけど、そうですね、自分の中の理論的には1年間のこうあるうち、まあ、4月から3月かな、自分の中の区切りなんですけど、お雷があっちの方で鳴ってますけど、4月から、3月までのこの1年間の、まあ、降水量でどこで
雨が降るか、年間の降水量大体同じ理論みたいな自分の中では一応あって、例えばまあその前の冬かな、冬に雪が多いとその次、まあ雨が少ないとか、夏とかに雨が少ないとか、まあどっかの月に雨が多ければそのまあ揺り戻しじゃないですけどね、少ないとか、ね、そういったのが実はあるんじゃないかっていうのは自分の感覚的な、ものであるんですけど、そういった中でですね、去年、どうかな、5、6かな、ちょっと雨あったような気がするんですよね。で、まあ予報的なね、天気予報の長期的なものも見つつ、まあ、自分も判断していくんですけども、なんとなく雨少ないんじゃないかなっていうのは思ってはいたんですけど、ただ思った以上に、まあ、ここまで干ばつというかね、降らなすぎるっていうのは考えてはなかったですけど、なので、多分3日に1回ぐらいは冠水作業をずっと全部の圃場にね、ピーマンの、根元にもシャワーでシャーと同粉でね、やっていくっていうのをやって、いました。でも水量も去年の8月9月かな、普段流れてる水の量をどんどんこうね、セゲの水量がどんどんこうなくなっていって、明らかに水不足というかね、まあだいぶなくなってきてるなって感じは、やってても思いました。なんで危なかったというか、大丈夫なんかなことしてるのはねあったんですけど、なので基本的にはまず水の要因と、あとその、まあ、雨が少ない、時には、液肥というか、雨が少ない時なりの栄養剤というか、まあ、そういったのがあります、まあ、雨が多い時の栄養剤というかね、まあ、酸素剤とか言ったりしますけど、雨がすごいたくさん降って、まあ、土の中の酸素があんまりないなくなっちゃうとかね、そういった時のために酸素剤っていうのも用意はしてあるんですけど、去年はその出番全然なくて、まあ、台風とかね、よくある場所は酸素剤は絶対いるかなと思うんですけど、あとハウスとか限られた環境で何か栽培する時は酸素剤とかはねいいかなと思うんですが、水はけ悪い場所とかね、まあ、去年については完全に干ばつだったので、まあ、乾燥に強くなる資材というか栄養剤ね、使ってました。まあ、具体的に言うと酒田駅肥 GB とか、乾燥に強い、まあ寒さ暑さなんですけど、どちらかといえば乾燥に強くなれるよっていうのをね、使ったり、またはトレインっていう、微量要素系の入っているものですね、そういったものは、窒素リン酸カリは入っていないんですけれども、まあ、よく言われる栄養の三大要素、まあ、それは入ってないけども、それ以外の栄養素は大体入っているよというものをやってあげると、まあ環境の変化とか、まあ、過酷な状況にちょっと強くなれたりねするというのがあるので、まあ乾水とそういう栄養系をまあ組み合わせてやったというのが去年だったかなと、思ってまして、で他にじゃあ何かやったかっていうと、あんまりないけどもって感じがあるんですけど、ただ液肥は結構いろいろやりました。カルシウム系のものとか、まあ窒素系なるべく肥料切れねさせないようにやるとかねやってましたけど、まあ難しい。去年でもそれでじゃあ収穫量をねこの前年比よりも取れましたと、まあ自分が130ぐらい取れましたと言ったとしても、まあ平均よりは少ないかもっていうぐらい、県の平均っていうのは結構ねハードル実は高めなんで、そこにまあちょっといけてないかなっていうのがねちょっとあったんで、まだまだ伸ばせるかなっていうねところはあります。でまあピーマン以外もね結構影響を受けたということで、一応紙がねあるんですけど、去年だとキャベツもなかなか出荷量伸びず、あとはまあスイートコーンとか、逆にキュウリは出荷量ね増えてるっぽいですね、トマトもそんな変わらず、モロッコも収穫量、あそうですね、去年の乾燥特に、まあ、ピーマンとか普通の夏野菜もね、大変でしたけど、豆類はねかなり影響を受けたと思います。乾燥がね
しすぎるときついとか、暑すぎるとね、弱いというか、まあ暑い状況で結構ね、豆が嫌うかなっていう感じはありますよね。うん。ということでした。で、まあいろいろこうね、天気のこと言ったんですけど、実はデータで見ると、雨がねめちゃくちゃ、なかったというか、降水量がガクンと去年より落ちてるかっていうと、実はそんなに、なかったというか、まあどちらかといえば1日でその1週間の降水量で測るデータだと、その去年とそんな変わってない、去年のデータが一昨年とそんな変わってないとか、平年とそんな変わってないのは、1週間のうちに1日すごい雨が降って、でその他の6日はまあ晴れてたという場合でも、雨の量で平均されちゃうというかね、1週間のデータとしては平均されちゃうので、数字上はね、まあそんなおかしくなかったとかってなったりすると、明らかにじゃあ雨が降ってませんでしたとはなりませんよというのがね、そういう理論というか、あります。まあなのでそれのせいというかね、まあそれもあるんですけど、雨がないわけではなかったよというね、データ上、気象のデータ上はそうなってるんですけど、ただ実際降ってないんで、だからこそ出荷量も、ね、減ったというのがねあると思います。どうしてもこの観測所が、またちょっとね違う場所にあるので、そこではそんなに、まあ、雨降らなかったってことはないですよとね言われるんですけど、データ的に見てもそういう工夫になってるんですけど、現実的に出荷量減るってことは雨がなかったのがまず一つ絶対あるのと、まあ暑いとかねそういうのもありますけど、そんな去年のデータでした。なので去年を生かして、まあ今年もね、やっていきます。で一応いろいろもう、まあピーマンを植えて、で収穫がこう始まるようなね雰囲気の時に、まあ農薬的なもんもね使うんですけど、液肥とかもこういうのを使いますっていうのはね、ちょっとまた開けていけたらなと思うので、また見ていただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。